236番、これ大事な問題です。最初両方開いていてコンデンサーは空っぽです。まず1番 S1 を閉じます。この瞬間、閉じた瞬間、これ重要な用語です。閉じた瞬間というのはこのコンデンサーは空っぽなんですね。いくらでも電流が流れ込める、駐車場が空っぽな状態です。車がスイスイ駐車できる、ここは抵抗がない導線と同じ状態と考えられます。こちら側は S が切れてますから、この辺全部断線している状態です。これが回路として成立していますが、この導線は、このコンデンサーはスイッチを閉じた瞬間は単なる導線と考えてください。回路を流れる電流は I イコール R 分の V で終わりです。1番は I イコール R 分の V、 コンデンサーは導線と考えてください。20キロオーム分の6ボルトで 0.30 ミリアンペアになります。2番です。次、十分時間が経った後、ここも満タンになりました。その時の話をちょっとしましょう。こちら関係ありません。スイッチを閉じて十分時間が経つと、ここが満タンになります。そうするともう電流は流れていない状態です。ということは、一周回ってみましょうか。0スタートで6ボルト上がりました。ここは階段ではないですね。ここの落差 V イコール IR は R 大きいんですが、電流もう流れていません。ここはもう駐車場が満車状態ですから、ここも電流は、車は動けない大渋滞の状態ですね。したがってここは平地、0から6上がって平地を歩いて、ここの落差を降りたら元の場所になるわけです。つまりこの落差が6ボルトになっているというのが、十分時間が経った後になります。電流はもう流れていません。ここがプラスマイナスが、落差が、電位差が6ボルトになっている状態です。で、スイッチを開きました。でこちらをオンにします。その直後ですから、閉じた瞬間ですから、ここ6ボルト上がって平地を歩いて、この抵抗には6ボルトの落差ができています。平地を歩いて元に戻って0、6上がって6下がって0、ここには6ボルトかかっているわけです。さあ電流はという問題ですね。 I イコール R 分の V、 R は30キロオーム、 V は6ボルト、 0.20 ミリアンペアになります。最後です。再び S1 両方閉じました。ここ全部閉じています。で、十分時間が経った後、閉じた瞬間、閉じた瞬間、十分時間が経った後、ここ重要単語ですね。閉じた瞬間はコンデンサーからだから導線、これこっちのスイッチを閉じた瞬間は、まだ、落差が6ボルトですから、ここ6ボルトになる。十分時間が経つとどうなってるでしょう。両方のスイッチをオンにしました。電気が流れていきます。抵抗、階段を降りました。ああしんどいな、しんどいな、降りました、通りにくいなですね。ここから、奥のコースの階段、コース通りにくいんですよ、に行くか、ここに入り込むか、どうします？まずスイッチオン、ここ空っぽであれば全部こっちに行きます。そこ0オームの導線ですから、こんな30キロオームもあるような通りにくい場所は行きません。ここに全部入っていきます。こちら側流れないんですね。でもやがてここが満タンになってくると、入り込めなくなっちゃう、不動体になっちゃうわけです。そうすると全部こっちへ流れていきます。このコースしか流れないんですよ。2箇所通りにくいんですが、電流はこのコースしか流れません。はい、この電流はいくらでしょう。ここしか流れませんよ。一周回りましょう。3番、0スタートで6ボルト上がりました。下がります。 IR 電流×20キロオーム、はい、ここも下がります。ここも I ですね。ここ I であれば、ここも I ですね。ここ行かないんですからね。マイナス I×30キロオームで、平地を歩いて元の場所です。 I は
0.12 ミリアンペアとなります。コンデンサーに蓄えられる電気量、はい、ここが 0.12 ミリアンペア流れてますから、ここの落差が分かりますね。この階段の落差、この落差でここに来るんですが、ここの落差は V イコール IR ですから、 I が 0.12 ミリアンペアかける R が30キロオーム IR です。ここ消えて、3.6 ボルト、こちらが 2.4 ボルト、ここ 3.6 ボルトです。で、電池に対してこのコンデンサとこの抵抗は並列ですから、でもいいし、ここ一周回ってもいいですね。ここ一周回ると6ボルト上がって6ボルト降りるんですから、3.6 ボルト上がって 3.6 ボルト降りるんですから、コンデンサーには 3.6 ボルトの電位差がかかっています。500マイクロファラドです。Q イコール CV、500マイクロかける 3.6 ボルト。1.8 かける10のマイナス3乗クーロンの電気が溜まっています。